オートミールでヘルシーなクッキー作ります。沖縄カフェのヘルシーレシピです。まずオートミールを入れていきますね。粉系の材料をどんどんぶち込んでいきます。オートミールの次はラカント。詳しい材料は後でまとめますね。軽く混ぜましたら、お塩をほんのちょっとだけ入れます。次に液体系の材料ですね。バナナを1本使います。バナナの両端はいつものように、農薬が溜まってる場所なので、捨てます。ちょっとだけですけどね、切り落とします。で、適当にぶつ切りですね。これ、バターナイフなのでこんな風に使っても危なくないんですけど、果物ナイフとか普通のナイフでこれ絶対やらないでくださいね。そこに、ココナッツオイル大さじ1杯入ります。一旦ここでマッシュします。バナナが完熟の場合はこの液体材料をココナッツオイルとバナナの2つだけで OK なんですけど、今回はそんなに完熟のバナナじゃなくて水分としてちょっと足りなさそうだったので液体を足します。大さじ1杯コーヒーが入りました。今回ちょっと風味付けにコーヒー使ったんですけど、もちろん豆乳でも、ビーガンでなければ、牛乳でも、またはアーモンドミルクでも大丈夫です。液体なら何でも大丈夫です。はい、そしたらさっきの粉系の材料と液体の材料を混ぜますね。小麦粉ではないので何か混ぜ方に気をつけなきゃいけないポイントとかはないんですけど、とにかくまんべんなく混ぜまして、混ぜ終わったらオートミールに水分を吸わせるためなんですが、10分間このまま放置します。10分間オートミールに水分を吸わせたら、今度はクッキーの型を整えていきます。これドロップクッキーなので、こんな風にスプーンを2本使って薄めに丸めてください。これね、熱くても、焼けないこともないんですけど、薄めにしないとなかなかね、食感がこういいクッキーができないので、できるだけ薄めに伸ばしてください。はい、今回は大きめのクッキーが7枚できました。全部、できましたので、オーブンで焼きます。160度20分ですね、焼きました。このクッキー出来たてはちょっと柔らかくて触ると崩れちゃうので、しっかり冷めるまでこのまま鉄板の上で放置します。はい、冷めたので食べてみました。クリスピーというよりはちょっとチューイーな感じの粘性の高い歯ごたえですね。多分バナナが入ってるせいだと思うんですけど、これバナナの代わりに卵1個入れるともうちょっとカリッとしたクッキーらしい食感になると思います。実は私チューイーなものよりカリカリクリスピーなクッキーの方が好きなので、次回はまたオートミールの分量をちょっと減らして、代わりにココナッツフレーク足したりしてカリカリクッキーを目指したいと思います。今回のはね、これはこれで美味しかったです。バナナが入っているため日持ちはそんなにしません。2、3日は持ちますけど、冷蔵庫での保存をおすすめします。はい、こちらが材料になります。This is ingredient. 甘さ控えめのクッキーがお好きな方はラカントの量を減らしてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。ヘルシーなレシピ、月水金の夜8時に更新しています。 Thank you for watching. See you.